立っても戦うつもりですし、全員びっくりさせてやろうかなとは思ってます。ただのヤンマン選手のデビュー戦の相手になるつもりはないんで、自分が主人公で入れれるように絶対勝ちたいなと思う。すごく調子いいですね。はい、いい感じに準備できてるんで、早く試合したいなって感じです。全然立っても戦うつもりですし、やっぱ試合スタートするときは立ってる状態なんで、自分はその立ってる状態でもヤーマン選手含め観客の人も全員びっくりさせてやろうかなとは思ってます。うわ、もう本当打撃はこうトップクラスだと思いますし、こうキックボクシングの実績っていうのは本当にすごいと思うん で、自分もこうザマッチとかも見に行かせてもらって、芦田選手との試合とかも見てて、すごい本当に打撃はすごい強いなっていうのは感じましたね。打撃はすごい今やってて、葛西さんはいつも、ずっとデビューする前から教えてもらってて、今もずっと教えてもらってるんですけど、こうそれ以外でも打撃の出稽古は結構行ってて、それはちょっとこう今回は内緒で、当日入場の時に分かるかなっていう感じです。お父さん今ポルトガル行ってて、直接は電話とかでしか話せてないんですけど、やっぱお母さんとかはこう常に一緒にいてくれてるんで、その中でなんだろう、こうもっと頑張んないと絶対勝てないよ、強い選手だからっていう声もあったり、その中でも自分を信じてくれてたりっていう感じで、お父さんはあんまり多分正直ちょっと分かってないんで、どういう相手かっていうのがなんですけど、強敵っていうのは伝えてるんで、絶対最後まで気緩めずにやれること一生懸命やろうっていう言葉いただいてます。デビュー自体が飛び級ではあるんですけど、今回の試合もこう3戦目でヤーマン選手っていうのはすごい飛び級だと思うんで、でもそこでこうただのヤーマン選手のデビュー戦の相手になるつもりはないんで、しっかりこう自分が主人公で入れれるように絶対勝ちたいなと思ってます。